皆さんこんにちは。平成30年度、予備試験論文分析会憲法行政法を始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて予備試験論文受けられた方はお疲れ様でした。なかなか2日間で、科目が多くて大変だったことだと思います。で、憲法行政法に関してです。でまず憲法からやっていくわけですけど、憲法は聞かれることがたくさんありました。これね、パッと見ていく通り、この憲法の問題ありますよね。で、要するに処分が2つあるわけです。処分1がこのね、陳謝のここですね、赤にしましょうか。陳謝の懲罰、これが処分1ですよね。でもう一つ処分があって、除名の懲罰が処分2。この処分1と処分2を攻撃しなさい、そういう趣旨ですよね、問題としては。でさらに X さんがこの法的構成も決めてあります。 X は D に関する疑いは誤りであったものの、本件発言は、文教委員会の委員の活動として、これマークしましょう、当時一定の調査による相応の根拠に基づいて行った正当なものであるから、事故の意に反して陳謝文を公開の議場で朗読させる処分1は憲法19条で保障されるべき思想良心の自由を侵害、これを攻撃しなさいと言ってます。で丸に、議会における本件発言を理由に処分1を課し、それに従わないことを理由に処分2の懲罰を課すことは憲法21条で保障されるべき議員としての活動の自由を侵害するものであることを理由として処分2の取り消しを求める訴えを提起しようとしている。つまり憲法の人権の実態法の問題としては思想良心の自由と、議員活動の自由、この2つを論じなさいということになっているわけです。でさらに設問、 X の提起しようとしている訴えの法律上の創傷性、これについて言及した上で X の憲法上の主張と、これに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさいということになっておりますので、法律上の訴訟についても論じなければならない、そういう問題になっております。極めてね、これ私パッと見たときに70分でどこまで書けるか、それがかなり気になりました。ですのでこれはね、完全な回答を書こうと思ったらちょっと厳しいかなという問題です。むしろ70分で書けることは何だろうか、で70分でギリギリ書けそうなことを書いていく、それがねこの憲法の問題で、得点を取るコツだったのではないかなと考えております。でざっとですね、憲法苦手な方も得意な方もいらっしゃると思うんですけど、私だったらこう書くかっていうのを最初にちょっとやっておきましょう。私だったらこう書きます。でこれね、法律19条と21条は主張反論形式で書けってことなんですけど、法律上の訴訟については主張反論形式で書けとはこれ書いてないんですね。必ずしも言及した上でって書いてるんで、ただ私だったらもう全部まとめて主張反論形式で書こうと思います。でまずですね、当然ね、第一として X の主張で、 X の主張としては X がなるべく勝てそうな主張を盛り込んでいくということになりますよね。で処分1で、処分1はこれは X の政治思想と反する内容の陳謝を強制で19条違反で、しかも絶対無制約だ、こんな感じで書いてあります、あげます。だから違憲だ。まず X の主張の側では処分1はこんな感じで書いていくでしょう、私だったらね。でこれね、
こんなんでいいのって思った方いらっしゃると思うんですよ。いや甘いんですよ、甘いんけど70分だったら多分これしか書けません。本当のこと言ってね、本当に政治思想と反する内容の陳謝を強制してるかとか、ここを厚く書きたい。司法試験だったらおそらく2時間なんで、そこを厚く書いていくことになるでしょう。ただ70分だったらこの程度しか書けないんで、まず X の主張はこの程度で処分一応抑えてしまいます。じゃあね、ちょっと法律上の総称性は後でやりましょう。先に次ね、処分に。処分2の方を論じるにあたっては、まず政治活動の自由。これが本当に憲法21条で保障されているかという問題を論じなければなりません。21条には政治活動の自由っては一言も書いてません。一言も書いてないということは解釈で導き出さなければならないということになります。じゃあ政治活動の自由どうやって導くかというと、これ一番楽なのは政治活動の自由というのは表現を含む。そうすると表現の自由の中に持っていけますよね。なので政治活動の自由というのは活動の中で政治的表現を必然的に含む。これを指摘してあげるのが楽かなと。政治的表現を必然的に含む、これを指摘してあげた上で、でさらにこれはまさにね、憲法が保障する民主政治に直接資するんだと。直接貢献するものなんだ。こんな感じで論じてやければいいでしょう。なので極めて強い人権ということになります。極めて重要。この講義では足部先生流の、意見審査基準の立て方によると、権利の重要性あるいは権利の性質と、制約対応、これで意見審査基準というのは決まっていきます。そして、法令意見の場合に使うのが一般的なんですけど、別に処分意見で使っても間違いということはない。なので今回の処分を攻撃するときも、人権の性質と制約対応で、これで審査基準を決めよう。この2つで審査基準を決めるということになります。で、人権の性質はさっき論証しました。極めて重要だということです。で、制約対応もこれ除名ですから極めて強度ですよね。除名だから強度ということになります。よろしいでしょうか。だから厳格審査とかね、そんなものを使ってやって当てはめをしていく。厳格審査、で処分の目的は何か、処分の2の目的は何かという話ですね。で、目的は想像して書かなきゃいけない。処分の目的は例えば、議場とか議会の秩序維持、議会の秩序維持、
まあ、こんなものになってきますね。議場議会の秩序を維持することだ。でこの目的は厳格審査なんだから必要不可欠っていうことを言っていかなければならないことになります。じゃあ必要不可欠性どこに位置づけるかという話ですね。じゃあこの地方議会とか議場の秩序維持って必要不可欠なんでしょうか。でこれはですね、目的の必要不可欠性とか重要性を論じるにあたったら憲法の規定が手がかりに一つになります。で例えばですね、憲法の条文ちょっともしお持ちなら見ていただきたいんですが、憲法の93条1項、地方公共団体には法律の定めるところによりその議事機関として議会を設置する。で2項、地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定めるその他の議員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙するということで、地方議会というものは憲法に根拠があるんですね。ということは憲法93条1項の要求する議会、これを運営するにあたって必要不可欠だから必要不可欠で論証していけばいい。憲法93条1項に定める、例えばね、地方自治の要たる議会の維持に資するものだから必要不可欠だとやってやればいいでしょう。で X さんの側だから、これ違憲だと言わなきゃいけないんですね。 もちろん目的で切ってもいいですよ。目的は重要ぐらいに過ぎないから、違憲だって言ってやってもいいんですけど、まあ、手段で切りましょう。手段としても除名まで必要ないということを言えればいい。厳格審査ですからね。ということは、手段は例えばですね、X が誤っていることを公表するなどのより緩やかな手段がある。ということで憲法違反違憲ということでやっていけばいいでしょう。私だったら X 側の主張の実態的なところはこの感じで流していきます。まあ、これぐらいでもね、結構書くの大変ですよ。でですね、次ですね、法律上の相称性はもう定義を書いて X 側だから当てはめて、もう権利義務に影響があるだろうと言っていきます。法律上の相称、相称性、定義書いて当てはめ、もう総称に当たるんだと言っていっていいでしょう。じゃあここまでいいですか。これが X 側の主張になります。じゃあ反論と私見をどんな感じで書いてあるかを少し考えていきましょう。でここでですね、先に法律上の総称性について少しコメントしておきます。この地方議会の懲罰に関しては司法審査の対象ではないが、除名は司法審査の対象だ。これが判例の結論であります。でこの結論を導くロジックは実はですね、学説に争いがあります。まず法律上の総称で分ける考え方、これ一つあります。要するに陳謝の懲罰とか普通の懲罰は法律上の総称だけど、総称じゃないけど除名処分は法律上の総称だ、そういった分ける考え方、これ一つあります。もう一つは両方とも法律上の総称だとした上で部分社会法理で分けていく、こういった考え方もあります。
で、それどちら取っていただいても構いません。ただそれロジック通して、きれいに論じていけばいいということです。でおそらくね、皆さん部分社会法理の方が書きやすいのではないかと思うので、例えばこんな感じでやっていく。定義書いて当てはめますよね。そうすると反論で、次ね、第2反論、でまず反論で、例えば両方総称だけど、法律上の総称だけど、部分社会の法理が適用される。これ一つありますよね。で反論はね、いっぱい書いていきましょう。私はね、反論結構出します。で試験はそれに答える形で書いていく、というスタイルです。じゃあ次ね、憲法19条の反論、どんなもの考えられます？これまず、この陳謝の懲罰を無理やりさせることは思想良心の自由の問題なんでしょうか。これ19条で処理することも可能です。でも言いたくないことを無理やり言わせるっていうのは、これ消極的表現の自由の侵害と構成することもできます。だから例えば、今回は消極的表現の自由の問題なんだ、これ反論は考えられますよね。でこれ19条と21条1項の切り分けが反論になるのかって思ってる方いらっしゃるかもしれません。でこれ反論になります。なぜかというと、一般的に考えて19条の方が審査基準は厳しい、あるいは19条は絶対無制約となる。一方21条1項は審査基準は思想良心の自由よりは緩やかになります。あるいは思想良心の自由が絶対無制約だとしても、こっちは審査できるということになっていくので、これ有効な反論になります。さらにもうちょっと憲法を得意で攻めたい方、消極的自由の表現だって反論して、もう一個オプションをつけると、かなり明確な反論になります。この処分1っていうのは、X さんの思想とか表現の自由、これを侵害するためにやったんでしょうか。違いますよね。議場の秩序維持のためにやったんですよね。これ何て言いましたっけ。間接的付随的制約って言いましたね。別の目的のために制約したら、たまたま X の思想良心とか表現の自由が侵害されてしまった。判例だと間接的付随的制約だと明らかに審査基準が下がります、緩やかになります。だからこのオプションを入れてやる。しかも間接的付随的制約だよ、だから違憲審査基準はめちゃくちゃ緩やかになりますよ。これを入れてやると、かなりね、効果的な反論になっていきます。じゃあ次ね、憲法で判例を意識して論述しましょうと聞いたことある人いるかもしれない。で判例明確に出して論述する、それは加点です。で私はね、あまりそれやらないんだけど、判例を意識した論述はやります。でどういうことかというと、謝罪広告事件ありましたね。謝罪広告事件、あれ合憲ですよね。なんで合憲なんでしょう。これいくつか理由あります。たくさん理由あるんですけど、その一つに定型文ですよね。定型文を出させただけというところが一つのポイントであります。今回もそうじゃないですか。これ定型文ですよね。定型文を読ませるだけだから、思想良心の自由の侵害になってないんだっていう反論は一つ考えられますので、これ定型文を読ませるだけ、で定型文を読ませるだけだとまだ舌足らずです。これにプラスしましょう。
定型文を読ませるだけだとなんで思想良心の自由の侵害にならないのか。それは外から見てもこの人が本当にそう思ってるなんて誰も思ってません。この人がただ文章を読んだとしか思いません。周りの人はそれを分かりやすく書いてやればいいんです。周囲には思想の表明と受け取られない これぐらい書くと、あ、この人はっきり判例は出してないけど謝罪広告事件意識してるんだなっていうのを試験官に少しアピールできます。さらに除名の懲罰はどう反論しましょう。で、これあんまり時間がないんですけど、パッと思いつくのはやっぱりこの間接的不随的制約は使います。除名の懲罰も政治活動の自由を制限するためにやったのではなくて、議場の秩序維持のためにたまたま政治活動の自由が制限された、ということなので、除名に対しても間接的不随的制約です。まあ、こんな感じで書いてやればいいでしょう。で、こういうふうにバーッと反論を上げていきます。で、争点を作った上で試験です。で、次試験ね。で、試験はちょっと皆さんまず部分社会は書きやすい方いきましょう。部分社会の法理の定義を書いて、規範を書いて、規範を書いて、懲罰は処分一は審査できない、審査不可。処分二は審査可。こういうことになっていきます。じゃあ次ね、消極的表現の自由だ、思想良心の自由だ、これどっちでもいいです。あんまりここねガチガチ議論しても空中戦になっちゃうので、これ決めの問題です。自分の好きな方で決めてください。その上で審査基準を立てて審査をしていきましょう。例えば試験だったらいいんですよ。じゃあ確かに、処分1も消極的表現の自由の問題、表現で、しかももう省略して書きますけど間接的不随的制約だとしましょう。しかしながら表現の自由は重要ですし、特に議場において何か言うっていうのはインパクトが強い。しかし議会で言うことは、議会での表現は インパクトが強いので、特に保障されるべきと考えると、LRA、これが妥当するということになって、ちょっと強めの審査基準を使っていきましょう。で、この辺で気になった方いらっしゃると思います。今までの回答で重要な事実が出てきてないのではないか。重要な事実って何かというと、この名誉毀損類型で重要なのはきちんと調査をしたか否か、この事実は使いたいんですよ。どこかで使わないといけません。なのでここで使いましょう。で、今回は X はそれなりに調査していた、していたということですよね。だからこれいろんな書き方あるんですけど、懲罰も例えばね、
事実に反する発言を行い D を侮辱しましただけじゃなくて、 X は調査をしたんだけれど結果として間違った発言をして侮辱しました、この方が軽い処分になってません？ということを着目して、例えばね、 X は調査しましたが結果として誤っていて、結果として事実に反する発言何々行い侮辱しましたと陳謝させれば十分。こっちの方が軽いですよね。ちゃんと X の言い分も入ってる。そしてなんでこう書いたかというと、これね、事実そのままだから、これ書くと思想良心の自由の侵害にならないって話はあるんですよ。だってそのままじゃないですか。 X さんは調査したんだ、で結果として事実に反する発言をしたんだとなると、これね、もう時間がないんで、例えば私だったらこう逃げますもん。でこれは大部分は事実を述べているだけなので19条違反にならない。ただし21条1項違反にはなるということですね、ということです。よろしいでしょうか。じゃあ最後ですね、消極的表現の自由じゃなくて議員活動の自由ですね。議員活動の自由、でこの辺まで来るとおそらくね、皆さん時間がないと思うんですよ。で時間がない時どうするかというか、この問題もうヒントありますよね。処分1を課し、それに従わないことを理由に処分2の懲罰を課すことはって書いてるんで、これはもう時間がないときは、要するに処分1違憲になったら処分2も違憲だ、これでいいんですよ。そうですよね、処分1を前提として処分2があるから、時間がないときはもう処分1が違憲なので2も違憲。ただこう書いちゃうと、じゃあ1は審査不可だったのに1を実質的に審査してるのではないかって問題が出てきます。ただこれはかわしてもいいんですよ。あくまで処分2の中で処分1の違憲性を考慮するのは処分1を審査してるわけではないから、直接審査してるわけではないから可能。まあこんな感じで、書いていけばいいでしょう。まあ、これ一つの考え方ですね、一つの道筋としてお示ししました。そしてなるべくね、70分で書ける内容で、ある程度試験委員が聞きたいことに全部とりあえず触れると、まおそらくこんな感じになると思います。でもちろん皆さんいろんな問題の立て方とか問題点お持ちだと思いますので、それはそれで書いていって構いません。憲法っていうのはね、いろんな書き方がありますので、ぜひねご自身の書き方でどうだったか、これを確認していてください。これは一つの書き方ですね。まずはこんな感じで書いていくということになります。よろしいでしょうか。じゃあね、さらにね、レックの回答例が、ですね、4ページ5ページについています。でレックの4ページ5ページはもっとね、多分皆さんに馴染みのある回答は、だと思います。審査基準を立てて、まあ、当てはめをするという感じです。でこのような感じで書いていても当然合格できます。とにかくすっきり書いていく
これがポイントになります。で予備の憲法は70分じゃ終わりませんので、いらないことはね省いて書いていくことをぜひ参考にしてください。レックのね4ページ5ページの回答例もこれご参考にしてください。よろしいでしょうか。じゃあ次ね、ちょっと1時間しかないので行政法いきましょう。で行政法これ非常にいい問題です。設問1、処分性を聞かせる問題ですね。で何言ってるかというと、これ2つ、処分があります。設問1見てください。 X は本件勧告と公表が公告訴訟の対象となる行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為にあたることについてどのような主張をすべきか、本件勧告及び本件公表のそれぞれについて、想定される Y 件の反論を踏まえて検討しなさい、という問題です。まず設問1から検討していきましょう。まず勧告って一般的に言うと処分ですか、処分じゃないですか。これは普通は処分じゃないですよね。勧告の法的性質は一般論として行政指導だとされています。でもちろん具体的な法律の定めによってはそうでない時もあるということで、資料を見ましょう。資料の、ね、8ページの Y 県消費生活条例です。48条ここに勧告の、条文があります。知事は事業者が25条の規定に違反した場合において消費者の利益が害される恐れがあると認めるときは当該事業者に対し当該違反の是正をするよう指導しまたは勧告することができると書いてます。ここ気づいた方いらっしゃいます？指導と勧告あえて書き分けられているということ、これよくある立法例なんですよ。指導と勧告は意味が違います。簡単に言うとね、指導はその場限り、勧告は従わないと次にのステージがあるんですよ。一応両方とも法的性質は行政指導です。あ、でもここ書き分けられてるな。ここ一つ処分性肯定論の材料になるのはお分かりですか。だって指導と分けてるんだから行政指導じゃないんだよ。そっちに持っていけますよね。じゃあ勧告を無視したらどうなるか。まずこの指導と勧告が書き分けられている、これ一つポイントです。書き分けですね。これよくある立法例ですよ。あの行政法っていうのはよくある立法例に触れておけばおくほど有利になります。もちろん個別行政法の勉強をね特別にするしろって言ってるわけではないんですけど、少なくとも試験に出てくるような、あるいは判例百選に出てくるような宅建業法とか建築基準法とかのそのものズバリの条文、つまり二項道路の条文とかそういうのは当たっておいてください。じゃあね、次50条、知事は事業者が48条の規定による勧告に従わないときはその旨を公表、公表までされてしまうんだ。しかもですよ、49条見てください。知事は前条の規定による勧告をしようとするときは当該勧告に関わる事業者に対し当該事案について意見を述べ証拠を提示する機会を与えなければならないと書いてあります。この49条も処分性肯定論に使えますよね。どうやって使います？で、時間がないときは行政法は条文ポンポンポンと指摘してだから処分だって書いても、まあ点数はつきます、条文指摘してるから。でも高得点狙うんだったら条文の位置づけを明らかにしてください。何言ってるかというと、49条は意見陳述の機会を付与している。意見陳述の機会が付与されているということは何らかの不利益があることが想定されているから、法は意見陳述の機会を付与したんだと考えられますよね。それを答案に素直に書いてあげてください。だからこれは何らかの勧告に何らかの不利益があることを条例が、法じゃ今回 法じゃないけど条例が想定しているってことですよね。だからこれも使っていこうということになります。いいでしょうか。ちょっとね板書も使いながらいきますけど、じゃあここまで48、49、50あたりが使える。でさらにマイナスの事情としてこれもあります。
勧告に従わなかった場合や、公表がされた後も不適正な取引行為を継続した場合に、罰則等の制裁を科する規定は存在しない。これ処分制にマイナスの事情です。もし罰則等があれば、処分制に、ね、肯定方向に行ったんですけど。でここまで踏まえて、ちょっと板書でね、今回の仕組みを見ていきましょう。法はですね、違反があった場合はまず勧告をする。でここの勧告のポイントは2つ、指導と異なる位置づけを条例上されているということです。さらに手続き保障がある。で勧告の次は公表に言う、従わないと公表。で、実は公表に従わなくても刑罰等制裁はなし。これはありません。じゃあ公表って法的な不利益ないんじゃないのか。じゃあここは公表された時の具体的不利益を書いて頑張っていくしかないということになります。で今回も勧告を受けている時点で融資がストップされるかもしれない状況ですよね。となると公表されればもっと不利益がありますよね。要するに信用失墜っていうのが具体的に出てるから、さらに信用が落ちる不利益、これを強調して公表も処分性があるんだと言っていくことになります。でこの辺を条文をちゃんとね指摘して、48、49、この辺りを指摘して、50を指摘して、これの要素をきれいに書いていけば、それだけでかなりいい答案になります、行政法。ここまでよろしいでしょうか。じゃあちょっとですね、ここで一つ応用問題を皆さんに、せっかく台風の中来ていただいたんで考えていただきたいと思います。はい、刑罰等制裁がないこと、これは普通に考えて処分性を否定する方向の事情ですよね。これを無理やり処分性肯定させる事情に使いませんか。これ無理やり理屈続けることが実は可能なんです。これ何言ってるかというと、事後に処分がないということはここで争わないとしょうがないじゃないですかっていうのは言うことができるんですよ。だから事後に制裁が要定されてないということは、さらに信用が落ちるっていうことを救済するために、公表の段階で争う必要性があるんだとは言えるわけですね。ここまでいったらかなり、点数は跳ねます。いいでしょうか。このように事情はいろんな方向で使えるんで、ぜひね、いろいろ考えてみてください。よろしいでしょうか。
じゃあここを踏まえた上で、行政法はですね、ちょっとレックの回答例を見ていきましょう。10ページですね。10ページご覧ください。で、第1の1は処分制の話ですね。2で、この処分の定義は必ず書いてください。処分とは、公権力の主体である国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているものであり、この定義を書いて当てはめをするということになります。で、公権力性、直接具体的方向化性が必要とされる。で、またこれですね、公告訴訟が行政庁の処分に対する不服についての救済のための手段であるから、丸三、実効的権利救済の観点から公告訴訟を認める合理性があるか否かという視点も考慮に入れる。で、丸三を書くと、さっきのこの事情を使いますよね。公表の段階で争う必要性がある。だからこれは場合によってはこの救済の必要性も入れて書いていくということです。これ試験の観点からは戦略的に考えてください。救済の必要性入れて処分性認めたいなって時はこれを書く。別に入れなくてもいいやって時は書かなくてもいいんですよ。この定義だけで丸一丸二はありますからね。そういうことになります。では3括弧1、本件勧告についていきましょう。本件勧告は条例48条に基づき Y 県知事から X に対して、はい、一方的、これマークしましょう。公権力制というのは一方的にやることです。民法みたいに契約じゃないということです。公権力制、一方的にやりますので認められます。で、丸2について、 Y 県から本件勧告は自律的な行為であって法的効果を有しないとの反論が想定されている。で、反論、これうまいですね。48条が指導と勧告とを並列列挙して同様の法的性質を有するものとする立て付けをしており、もうこれ結果ありきですよ。反論ありきです。で、県側がですね、同じじゃないかって言ってた時、いや違うじゃないかって49条を出すっていう、もう出来レースですこれ。まあそういう論述ですよね。で、同様の法的性質を有するものと立て付けとしており、で、条例50条の規定のほか、勧告に従わなかった場合の制裁を科する規定が存在しない。これ絶対書きたいところです。これは触れておかなきゃいけないです。これに対して X としては、条例50条が公表するというしていることから、本件勧告により公表という制裁手段をもって X に勧告内容に従うべき義務が生ずるため、勧告は事実行為にとどまらず直接具体的な方向化を有すると主張すべきである。今回は勧告の処分制ですから、公表という制裁があるから無理やり従わなきゃいけないんだ、だから勧告にも処分性があるんだというロジックです。で、また条例49条、これいいですよ。勧告のみを取り上げ、事業者に対する意見陳述の期間を付与することを定めている。ということは、勧告と指導が違うんだよということです。勧告が指導と同様の性質を有するものとの立て付けになっているとは必ずしも言えない。で、さらに、これいいですね。意見陳述の期間の付与は不利益処分をする場合の手続き。で、例えば行程なんかを挙げてやる。ことに鑑みると、条例の立て付けとは、これマークしましょう。条例の立て付けはむしろ勧告を指導とは別に不利益処分であることを前提とするものができる。したがって本件勧告は直接具体的方向化性を有する。で、丸三。で、これ救済の必要性ですね。について、条例50条は勧告に従わないときはその旨を公表するものとしている。で、事業者が行政の勧告に従わない旨が公表されると、当該事業者の社会的経済的な信用は著しく害される恐れがある。そしてこれは想像して書かなきゃいけないんですけど、分かりますね。マークしましょう。社会的経済的な信用は一度失ってしまうことが取り戻すと容易ではないため、 X の権利救済の実効性の確保から公表後の取り消し訴訟ではなく、公にされる前段階の勧告の取り消しを求めて公表を事前に防ぐ必要がある。この点で勧告の取り消し訴訟を提起する合理性があるということになります。あとね、ここもうちょっと書くならあれですよ、事後の金銭賠償によっては償われない。これ皆さん好きなフレーズですよね。あれを入れたっていいですよ。公表されたらね、お金もらったってしょうがないですよね。事後の金銭賠償によっては償われない、利益があるんだ、そういうのを書いてやってもいいです。事後の金銭賠償によっては償われない、よろしいでしょうか。じゃあ次、括弧に本件公表いきましょう。本件公表は条例50条に基づき Y 県知事が一方的に行うものであるから公権力性は当然認められる。で、丸3、
丸二か、直接具体的方向性について Y 県から、条例は公表後も不適正な取引行為を継続した場合の、これマークしましょう、罰則等の制裁の規定がないことを根拠に、本件公表は事実を公にするものであって、何らの法的地位の変動も生じさせない事実行為に過ぎないとの反論が想定されます。これに対して X としては、上述の通り、これマークしましょう、公表により社会的経済的な信用が害される恐れ、これマークしましょう、があるため、本件公表は X のこのような利益を侵害する法的効果を有すると主張するべきである。公表後の制裁規定がないことについては、公表が勧告に従わない場合の制裁として規制されている以上、さらなる制裁が置かれていなくても、それによって法効果が生じるものではないとは言えない。ここはちょっと私もよくわからないんですけど、まあまあそういう記述ですね。で、11ページっていう、これいいですよね。丸3について、条例上公表の後に拘束する処分は予定されていないため、 X の実効的権利救済のため本件公表の取り消し訴訟を提起することは合理性がある。逆手にとってやるんですね、事後の制裁がないことを。で、以上のことから公表が処分にあたる。さらにですね、実は事実行為についても昔はね、行政不服審査が認められておりました。それを逆手に取った論述がこれです。まあ、ここまで書かなくていいかなと私は思うんですけど、もし気になる方いたらこの部分も読んでおいてください。じゃあちょっと設問2についてコメントしておきます。で、設問2です。 X は本件勧告の取り消し訴訟において、本件勧告が違法であることについてどのような主張をするべきか、想定される Y 県の反論を踏まえて検討しなさい。本件勧告の取り消し訴訟が適法に継続していること、条例が適法なものであることを前提とすることとあります。で、これなんですけど、なんで勧告とか処分を受けたのかというと、条例25条4号違反です。なので8ページの条例ご覧ください。25条、事業者は事業者が消費者との間で行う取引に関して次のいずれかに該当する不適正な取引行為をしてはならない。4号、消費者を威迫して困惑させる方法で、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で、または消費者を心理的に不安な状態、もしくは正常な判断ができない状態に陥らせる方法で契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。で、48条で、知事は事業者が25条の規定に違反した場合において、消費者の利益が害される恐れがあると認めるときは、当該事業者に対し当該違反の是正をするよう指導し、または勧告することができる。で、これね、実は書き方2通りあるので、これについてコメントしておきます。で、これ何かというと、事業者としては何を言いたいかというと、25条4号に該当しないと言いたいんですよね。なので、1つ目の書き方としては、そもそも私は25条4号の該当の事実がありません、だから本来25条4号を適用してはならないのに勝手に適用しました、このことは違法です、端的にこれ違法だっていう方法が一つあります。だってこれ法の解釈適用を誤ったわけですからね。要するに、これ論じ方一つとしては、25条4号該当の事実がないのに適用した、で、これ論じ方一つとして違法だということがあります。これ法律留保原則から導かれます。要するに、法適用がないのに処分はできません、で、もう一つの書き方としては、これは消費者の利益が害される恐れがあると認めるときといって、何か要件裁量があるような書きぶりをしているので、要件裁量の逸脱乱用ということもできます。乱用
すみません、もうちょっと正確に見ましょうか。まず25条4項該当の事実がないのに適用したという点で、この点が違法だっていう点と、この点が要件裁量の逸脱乱用だっていう書き方があります。でもう一つはこっちね、消費者の利益が害される恐れがないのに適用で、この点も実は2つ書けます。違法と要件裁量。どっちで書いても構いません、好みの問題です。これで、これちょっと迷われる方いらっしゃるかもしれないので、少しコメントさせていただきます。これね、学者の先生でも見解が分かれるところです。何を言ってるのかというと、48条は消費者の利益が害される恐れがあると認めるときって書いてますよね。じゃあ消費者の利益が害される恐れがないのに指導を勧告した場合はどうなるか。これ一つは法の解釈適用のミスだということができます。そもそも法律の要件に該当しないのに効果を発動させたとすると違法。一方で恐れがあるかないかは行政側に裁量があるんだ、判断の余地があるんだと考えると要件裁量の問題で、これは正直好みの問題です。学者の先生は1だっていう人もいれば2だっていう人もいるので、どちらで書いても構いません。ただどちらかは必ず書かなきゃいけない。そして書く内容は枠組み違うだけで同じになります。だから絶対書いてください、どっちかはね。いいでしょうか。あとはもう一つ書くのは効果裁量、やらなくてもいいのにやった。一つはやらなくてよい、やりすぎだってことですよね。あと指導でよい。まあこんな感じを書いていけばいいということになります。でレックの回答例は要件裁量で書いております。はい、ここまでいいでしょうか。じゃあちょっと11ページの回答例見てください。回答例の11ページの上側の四角の下がですね、第二設問にX は以下のように本件勧告は行訴法30条、裁量の逸脱乱用が書いているので行訴法30条に反し違法と主張すべきである。で2、要件裁量括弧1、本件勧告を定める条例48条は、要件として消費者の利益が害される恐れがあると認めるとき、これマークしましょう、恐れがあると認めるときとしている。で害される恐れという、で裁量を言いたいときはまず抽象的な文言を言います。法の文言から抽象的な文言であり、また消費者の利益というのは広範なものが想定され、その恐れがあるか否かは行政の、これマークしましょう、政策的専門的な判断が求められるものと言えるため、その判断は Y 県知事の裁量に委ねられているといいます。で裁量の逸脱乱用を書く場合にはまず裁量があることを認定してください。それが前提になります。で次、行訴法30条は裁量の逸脱乱用があるとき、当該処分が違法となるとして、裁量の逸脱乱用は例えば処分行政庁が考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮したり、考慮事項についての評価が妥当でない場合に認められる。で裁量論は当てはめ命（括弧2です）この点 Y 県から Y 県に多数寄せられた X についての苦情を受け、調査した結果 X の従業員の一部が条例25条4号に該当する不適正な取引行為を行っていることが判明しており、消費者は X との契約において正常な判断を下すことができない状況、これをマークしましょう、消費者は X との契約において正常な判断を下すことができない状況にあるため、消費者の利益が害される恐れがあると判断することが合理的であるとの反論が想定される。これに対しては違憲陳述の期間において
不適正な取引行為を行ったのはあくまで従業員の一部であること。で、これですね。これマーク。当該従業員に対してすでに適正に勧誘するよう指導教育していることを主張。ここポイントですよね。もうすでに改善されています。だから処分は必要はありません。これ重要ですよね。これ指摘したいところです。にもかかわらず、Y 県知事はこれらを一切受け入れてない。これマークしましょう。との再反論が考えられる。従業員の一部が行っているに過ぎない以上、消費者に対する影響も多大でないとはいえ、これマークしましょう。その影響も指導教育により改善されるため、今後消費者の利益を害する恐れはないと言える。したがって、これらの事情は本件勧告をする上で考慮すべきで事情であったのに考慮を怠っており、 Y 県の調査の結果を不当に過大に考慮したものであると言えるから、要件裁量に裁量の逸脱乱用があるとしました。じゃあ次ですね、効果裁量について、括弧1。本件勧告を定める条例48条は、指導しまたは勧告することができるとし、知事に指導または勧告をするか否かするとして指導か勧告かとの判断を委ねているため効果裁量が認められる。で、比例原則、これがいいですよね。効果裁量というのはやっぱ比例原則で統制していきます。で、括弧2。Y 県からは X が不適正な取引行為方法を行った以上、これを是正する必要があり、手段としても課題ではないとの反論が想定される。これに対して X としては、すでに不適正な取引行為を行った従業員には指導教育を施しておる。で、X にさらに勧告を行うだけの必要性を書く。そもそも行わなくてよいということです。で、また不適正な取引行為を行ったのは従業員の一部に過ぎず、これを是正するための手段として指導ではなく条例50条の公表という制裁手段の前提となる勧告という手段を取ることは課題であり、相当性を欠くということができる。したがって Y 県知事の本件勧告をする行為は比例原則に反するということになります。で、これまあ紙面の都合と時間の都合からこのような論述になってましたが、もっと書けるんだったらもっと細かく書きます。何言ってるかというと、処分っていうのはね、段階的にやるべきなんですよ。まず違反があったら指導をして、それから勧告だろうと。指導を飛ばして勧告するだけの必要性も相当性もないんだ。これ一つ言えますね。だからまずは指導を行うべきだ。で、そしてそもそも論として、もう指導教育を施してるんだから指導すら行う必要もないんだ。この2つを分けて書く。さっき言ったこれですね、やらなくてよいと指導でよいっていうのを2つちゃんと書い明確に分けて書いた方が、分かりやすい答案になります。よろしいでしょうか。はい、ちょっとね、1時間という短い間でしたけど、行政法はね、これ非常にいい問題だったんじゃないかと思います。時間内にもね、おそらく解けるでしょうし、聞かれていることも処分正当、裁量あるいは法の適用という、オーソドックスなことでした。で、憲法はちょっと聞かれること多すぎるかなとは思うんですけど、これちゃんと70分ってことを頭に入れて処理していけば、これ合格とは書けます。そういった問題です。ぜひね、今回の問題分析していただいて、もし来年受ける方はですね、来年に生かしていっていただきたいと思います。そして予備試験受けられた方、絶対再現答案書いてくださいね。再現答案書いて、自分の答案何が足りなかったのか、これを、確かめていくこと、これ来年の試験に、ね、非常に重要ですので、ぜひやってください。はい、それでは平成30年予備試験論文分析会、憲法行政法、これにて終了させていただきます。お疲れ様でした。